武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年駒澤大学の国語の勉強方法について話していきたいと思います。駒澤大学の国語試験時間は60分間で、配点は100点満点の試験となっています。大問構成は全部で3題出題されています。大問1が漢字の問題、大問2が現代文の問題、大問3が古文の問題というふうになっています。で、現代文の問題に関しては他の大学と違うところといえば、文章中に空欄が設けられていて、その空欄にキーワードを入れるという空所補充型の問題が多い傾向にあります。そこが他の大学と違う点ですね。この空所補充型の問題に関しては、そのキーワードの語句そのものをしっかり理解しているかどうかっていうところと、文章の理解ができているかどうかっていう2つの知識が試されています。キーワードに関しては、言葉は力だや現代文キーワード読解に取り組んで語句の理解を深めておいてください。読解力に関してはセンター試験の過去問や日東駒線三金合流の現代文まで取り組んでおいてもらえると十分かと思います。古文に関しては古典文法や古文単語、あるいは文学史といったような知識系の問題が目立ちます。古文単語や古典文法に関しては、古文単語ゴロゴロ語や、古典文法は優しく分かりやすい古典文法などの参考書に取り組んで、基礎知識のレベルを上げておいてください。読解力に関しては日東駒線三金交流の古文までのレベルを、丁寧に取り組んでおいてもらえると十分合格点が取れるかと思います。最後は過去問演習の中で60分間の時間配分や、正確に解けるかどうかなどを、実践演習として確かめておいてください。今回は以上です。